はい、どうも皆さん、こんにちは。こんにちは。こんばんは。今日、久々のオリリュウです。落ち着きないでしょう。寒いんだよ。違うんだよ。寒いんだよ。ねえ、この後、俺、大阪行きます。はい。急遽撮ろう。オリリュウ撮ってないから。今日は、内装の仕上げ方、パート 2? パート2だね。パート2。あ、なんか跳ねるな、ここ。パート2。今日は、みんなでもできると思われる、仕上げ方、綺麗にする方法？綺麗にする方法かな？まあ、そんなこんなで、とりあえず、やっていきましょう。では、VTR スタート。何喋っていいかわかんない。何喋ってんのかもわかんない。てか、俺が、まあ、スタート。はい、じゃあね、今日使うのは、ほんと、ほら、多分ね、100均とかでも売ってます。このね、これ、ミラニンスポンジっていうの？あの、ほら、もう今ちょっと、もうつけてあるんだけど、あの、ほら、あるじゃん。いる、なんかこの、やってやるやつ。台所とかであの使うやつ。うん。これ。と、あとまあ、その、まあ、やるときに使うための、まあ、濡れたタオルとか、乾いたタオルとかを用意してもらえばいいです。ね。今はと原理こう、まあ、中見えないけどね。はい。早速、じゃあね、汚いとこあるかなぁ。あるかなぁ。よし、ちょっと見つけてくるわ。あ、よし、あったね、これ。お、ちょっと雑だね。荒いね。よし、ここだ、ここだ、ここ。よし、ここだ。あったよ、こういうとこ。こういう黒いとこ。どうしても内装がね、白っぽいとね、こういう黒いのがちょっと目立っちゃうよね。じゃあそこで、じゃあこれ、メラニンスポンジを、これカメラ持ちながらだからちょっとごめんね。こうやります。で、これ本当はすぐにね、やらないと、これね、汚い水がここダラーって垂れるから、汚い水がダラーって垂れるから、結局乾いちゃうと、ここら辺汚くなっちゃうんだよね。だから、こう。こう、今ごめん、カメラ持ってるからこんな感じになっちゃうんだけど。今日は撮るつもりなかったんだけどさ。何さんの携帯とタブレットで。やってるんで、すいませんね。申し訳ない。よし。OK!OK! いざい。よし。どうだ？いけるか？どう？まあ、なったか？じゃあ、ここにしようか。ね、こうやって、こういうのが汚いのがこうやって垂れて、これがまた汚い原因になっちゃうから、なんで、やってる先からこう拭いていくみたいなね。うん。こういうのとかでも全然取れるよ。ほら。ね。よし、こんな感じで。まだこれは自分の口なんで、まだちょっとやってきますね。まあ、今日はちょっと動画撮るために、まあ、こんぐらいな感じ。うん。まあ、ぱっと見綺麗になる感じでしょ？うん。なってねえか？なってねえか？もうちょっとやる？よし、こう。よし。で、この辺とか、どうだ？
どうだ？どうだ？いいだろう。食べいいだろう。さあ、いかがだったかな。とりあえず、あんな感じ。今やってたんだから、あんな感じ。まあ、息が上がるよね。まあ、ぜひね、100均、もしくは、ホームセンターまだと思うし、ん ?300 円 ?200 円 ?300 円わ、そ、400円いろいろ種類あるから、またぜひ、ちょっとそういうところ見に行ってみて、ね、ちょっと、お父さんの車とか、お母さんの車、ちょっとやってみようかなって思う人は、まあ、それか全然自分の車でも、やってみようかな、みたいな人がいれば、本当に簡単なんで、やってみてはいかがでしょうか。ということで、俺流、内装のクリーニングの仕方、パート2でした。それでは、大阪、行ってくるね。これ帰りに編集して、アップするから。じゃあ、それでは、さよなら。なんかおかしい。さよなら。